バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハッピーです。さあ FM ギノワンバニラスカイ、今回はですね、はい、我々マックスタイルがお届けさせていただきたいなと思います。お願いします。マックスタイルの、まあ、僕はあの歌手とモノマネをやらさせていただいております、マック中原と言います。お願いします。そして石田みどりです。よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、あの僕らはですね、まあ、鹿児島ではなく、うん、三重県の方から、ね、はい、お届けさせていただいてるんですけれども、はい、今回ですねちょっと陽子ちゃん体調不良で、うん、まあコロナとかそんなんやないんですけれども、うんうん、ちょっと収録に間に合わへんと、このね、うん、放送に間に合わへんということで、うん、まあ、ピンチヒッター、うん、ピンチヒッター誰が来るかな、誰が来るかなと思ったら俺らやった。ありがたいことにね、任せていただきました。任せていただいたんですけども、うん、なんで俺らかっていうと、うん、僕ね、まあ、デビュー20周年なんですけど、もともとバップレコードっていうところでね、はい、まあ、イッシーさんのプロデュースでデビューさせていただいて、うんうん、今はマックスタイルでこうやって石田みどりと一緒にね、はい、ユニットを組んでるんですけれども、はい、このマックスタイルのサウンドプロデューサーも、うん、プロデューサーもイッシーさんにやっていただいてるんですよ。お世話になってます。でその後ね、陽子ちゃんと出会いまして、はい、まあ、陽子ちゃんも僕らのコンサートのバックコーラスでやってくれたりとかするんですけれども、うん、もう妹ですよね、うん、妹がこういう状況になっとんのやったら、うんうん、ね、もう我々出るしかないやんと、うん、ね、うん、もうよう言うてきてくれたと、うんうん、むしろ隔週で言うてこいみたいな。ちょっと多いかな、うん、ちょっとあの出しゃばりすぎてるかな、うん、欲しがりさんになるから、ね、うん、まあ、今日はあのピンチヒッターということで、うん、マックスタイルでこのバニラスカイをお届けさせていただきたいなと思うんですけども、はい、我々も歌を出しております、うん、そうなんです、そうそう、歌ってるんです。そうだから今日はあのイッシーさんおらんくてもイッシーサウンドも聞けますし、うん、うん、そうなの、そう、あの陽子ちゃんに通ずる、ね、サウンドも聞けると思いますんでね、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。それではまず1曲目を聴きください。マックスタイルで OK。 そんな気づいた体でまだ走るつもりなの、気づかないと思って番バニラスカイ、お届けしたのはマックスタイルで OK でした。はい、ありがとうございますね。まあ、こういう楽曲を歌っておるんですけれども、うん、まあ、もともと僕らね4人組やったんですよ、うん、4人組で、で今あの2人組でやらさせていただいてるんですけれども、はい、来週じゃ来年で結成10周年ですよ、うん、そうなんです、ね、うん、もう気づいたらもう10年もやってんのやなと思いますけれども、ね、はい、ね、まあ、我々まあ、こうやって、まあ歌ったりとかですね、まあ、緑に関してはお芝居やったりね、うん、はい、うん、してまして、うん、で僕はまああのモノマネ、まあ、1年の中の収入って言ったらもうほとんどモノマネですけどもね、もう印税なんてもうほんまもうスズメの涙みたいな感じになってますけど、いただけるだけありがたいですけど ね、まあ、ね、本当にこの前1年分入りましたからなんやろってびっくりしますよね。そうなんよね、うん、もう今もそうやってなんか全国がさ、うん、こういう緊急事態宣言ってなってもうカラオケあかんでしょ、うん、カラオケあかんからもうカラオケの印税まで入ってこへんのよ、うん、もうそれがね、うん、もう口座がもう口座の通帳の中がもう乏しくて乏しくて、このピンチヒッター何をこんなしょぼしょぼした話をいきなりね、うん、ねえ、いや分かんない、沖縄やからもうね、そうそう、上に上がってかなきゃいけませんけども、あ、そうそうそう、あのね沖縄は僕ね、うん、なんか行くっていうのが出るたんびにことごとくあかんくなってんの、うん、あれ嫌われとんのちゃう、ねえ嫌われてへんよ沖縄側から嫌われとんのちゃう、いやいやいや、だってね俺
あの泡盛の会っていうのが全国にあるんですよ、うんうん、で僕ね三重泡盛の会の理事やってるんです、うん、そうだから毎年イベントやって、まあ、去年今年とねイベントできておりませんけれども、はい、ほんまやったら第40回だからもう40年やってる泡盛の会、うん、三重泡盛の会のね、うん、理事やってるんですよ、うん、だからもう毎年そのね泡盛もいっぱい並ぶ中でイベントやらさせていただいて、毎回300人から400人ぐらいのね、うん、お客さん来ていただいてっていうのをやってるんですけども、うん、まあ、こうやってねコロナで今ちょっと中止になっておるんですけれども、うん、そうなんですよ。だからもうこうやって気持ちにはなってるんですね、うん、だからもう沖縄チックな音すりゃこれほらおおおおお、ね、うん、三振なんか抱きしめてるなと思ったらそう三振抱きしめて、うん、ラジオをやりたい感じになってるのよ、うんうん、だからねあのでもそんな僕なんですけども、うん、去年の3月もね、うん、あのこっちの三重県の四日市の方で、はい、ちょっと企業の会があるんですけども、はいはい、その企業の会の旅行が沖縄やったんですよ、はい、でこれコロナで中止になって、あれ残念、その前の年かな、うん、あの僕がその同級生ですよ、うん、同級生が結婚するってなった時に、うん、沖縄で式挙げると、でもう行く気満々やったの、うん、そういう時に限って仕事入ったりとか、あら残念、それも残念、そう、うん、であの BS で番組やってる時とか、うん、その沖縄に行く時に限って台風来たりとかね、わもう全然沖縄近づかせてくれへんのよ、やっぱり沖縄が側からの拒否かもしれない、いやいや、ペペン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 ちゃうやろこれ求めてる感じはあるんですけどね、俺はねめっちゃ行きたいよ、うん、行きたいさーって歌っちゃうぐらい行きたいですね、歌っちゃうぐらい、うんうんうん、おうはい行きたいさい感情の漏れ溢れ方がすごい、感情はねもうものすごい漏れてくるんですけどもね、うん、まあ、でもあの僕はねやっぱりその沖縄、うん、もうこのコロナが明けたらもう絶対行きたい場所の一つであるんよ、うん、あーでも行ってみたい、私も行ったことないんですよ、うん、行ってみたい、ね、うん、もう全国回らさせていただいてるんですけども、うん、沖縄だけねなぜか行けてないっていうね、あ不思議な現象がね起こってます、ちょっといいですか私、うん、沖縄お行きたくて行けるかもって思った時があったんですよ、私も あのね高校生の時の修学旅行で、ほうほうほう、あの私の一個上の先輩たちが初めて修学旅行で沖縄ってなって、うん、あ 沖縄、うん、沖縄になったぞと、うん、私たちの年もこれは沖縄行けるんじゃないかと夢見たわけです1年間ね、うん、そしたら私たちの年はどこ行くんや沖縄や沖縄やと思ってたら、うん、南九州、南九州、うん、それこそ鹿児島行かせていただきましたけど、そのあたりをね、うん、九州の南の鹿児島、うんうん、そうやね、の方行かせてもらって結果楽しかったんですけど、うん、私たち沖縄に行くと思っていたのに、うん、飛行機にね、まあテロとかの関係で飛行機に乗れない年だったんです、ちょうどそういう年なんや、そうで飛行機ちょっと乗れないからっていうことで南九州になったんですけれども、うんうん、まあ、そこから鹿児島とのご縁も始まりましたけれども、うんうん、でその次の年、うん、どこ行くんやって、まあ、注視して見てますよね、うん、沖縄だったの後輩ちゃんたち、沖縄だったら、だから私もちょっとね縁遠いって言ったら縁遠いんで、うん、ちょっと沖縄への憧れ、美ら海への憧れは激しく持っております。あーなるほどね、うん、うん、俺もねすっごいそれ持ってんのよ俺もね鹿児島止まりなん実はね、うん、そう九州で、うん、もう鹿児島はもう何遍も行ってんのやけど、うん、沖縄行くときだけなんよな、不思議やぜ沖縄不思議やぜ沖縄シーサー見たいさ、うん、見たいさ、作りたいさ、ね、作り体験やりたいさ、うん、ペペン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 っていうね、うん、音色だけは結構聞く機会が多いんですけど ね、まあ、沖縄のサウンドなんかも好きですけれどもね、うん、あのでもまあ我々、まあ、いずれ行きたいなと思うんですけれども、うん、ね、まあ、普段の、活動としてはまあこういうね、うん、まあ、ライブハウス、まあ、僕もあのこういうタレント活動しながら、うん、バーであったりカラオケバーであったりとか、はい、そのライブハウスとかカラオケ喫茶っていうのを経営させていただいてるんですけども、はい、まあ、自分のところでしか今ちょっとイベントできへん状態なんですよね。うん、東京に家あんのに東京に帰れてへん状況、うんうんうん、そんなんもね、もう祝ですよ、うん、祝、うん、空家賃1年半ですから、うわー
もうね、あの石井さんにの、ね、うん、家近いですから、うん、石井さんに空気の入れ替えだけ行ってもらってんのよ。もう管理人さんまで任せてしまってる。もう本当におんぶに抱っこ、ね、本当にもういろんな意味でのプロデューサーみたいな感じそれプロデュースなんかなすいませんね本当に、うん、そこをちょっと換気しに物件マネージメントやってもらってる何役こなさせるんですか本当に。いやでもね、うん、まあ助かってますけどね、うん、近くにね、もう近く選んでよかったなって思っておりますけれども、うんうん、まあね、あの僕らまあそうやってモノマネやったりとかもいろいろやるんですけども、うん、ね、まあいろんな形でその沖縄の方にも行きたいなと思いますしね、うんうん、そうですね、そう、まあ、YouTube なんかでもまあいろ、まあ、チャンネルとか知ったの去年ですからね、うん、その知り合いの YouTuber からもう YouTube になんかプロモーションビデオとかいろいろ上げてたんですけれども、はい、あんまりその YouTuber とかねそんなんは興味なかったというか全然まあ 無知やったんで、うんうん、その知り合いの YouTuber から、うん、ちょっとなんかちゃんとチャンネル作ってやりやみたいな、うん、そんなん言われて、あ、そんなんできるの？ちょこっとぐらいのね、うん、更新はありましたけど、がっつりこうね、がっつりっていうのがなかったんですよね、うん、まあ、最近はあのマックザップとかその自分らのトレーニングのやつをアップしたりとかですね、うんうん、まあ、プロモーションビデオ、まあ、今ミュージックビデオ言うんですか、うん、ね、そのミュージックビデオですね、うん、今に始まったことじゃないんですけど ね、うん、ね、 MV と呼ばれるやつをですね、はい、アップしたりとかしておりますんで、うん、まあね、ぜひあのそちらの方もご覧いただきたいなと思うんですけども、はい、まあ、陽子ちゃんが、うん、コンピレーションアルバムをね、うん、あの出すっていうことで、うん、マックスタイルもなんか出してもらえませんかみたいな感じで、ね、うんうん、やっていただいたりとか、まあ、そんなんでもいろいろ絡みはあるんですけれども、うん、ね、なかなかそのそれ出してから、うん、まあ、すぐにコロナやったんかな、コロナの時期に入ってしまったんでね、うん、それのキャンペーン的なものもいけてなかったりとかして残念やなと思うんですけれども、うんうん、まあね、まあ、我々のその活動の、うん、詳細っていうのは、うん、まあ、Facebook もやってますし、インスタもやってますし、うん、で、YouTube もそのね、知り合いの YouTuber に言われていろいろアップしてますんでね、そちらの方もチェックしていただければ嬉しいかなと思います、はい、まあ、ただ一つね、うん、ホームページ、うん、ホームページ作ってたね、うん、人が、うん、まあ、おらんくなりましたんだよね、まあ、出会いもあればホームページって検索するのかな、うん、今でもあ、ま、マックスタイルって検索したら、うんうん、まあオフィシャルのやつとかが出てくるかもしれないですけどもね、うん、まあでももう今こういう動画がね、うん、どん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 出てきましたんで、はい、まあ、ホームページより動画の方があれなんかな、うん、もう言ったらもうホームページははっきり言ったらもう全然更新してませんから、あ、置き去りになってますね、そう、更新の仕方もわからへん状態になっておりますんでね、うん、いろんなね、あの技術が発達しているのか、あ、感情が戻りましたね沖縄への、うん、うん、でもうなんか今出てきたのはもうそうやってホームページも更新できへんから、うん、もうナンクルナイサー言いたいんやけど、うん、それ忘れたから、うん、はい、行きたいさ言うて、うん、言ったらちょっと面白くなっちゃったら思い出したですねナンクルナイサーを ね、まあ、ね、うん、でもあと、ね、そういう風にもう動画見ていただいたら、うん、マックスタイルってどんななんかなっていうの分かったりとか、うん、まあ、あとモノマネも上がってるか、上がってるか、モノマネも何個か多分上がってると思います、うん、ね、もういろいろもうその喋りモノマネとかもショックでつぶれですとかね急に出てくる心上手ですとかいろいろねやったりとかね、うん、してますし、まあ、あの、ね、まあ、僕らの仲良くさせてもらってますけど影山博信さんね、うん、あのドラゴンボール、うん、チャラヘッチャラのドラゴンボールですね、うん、その、影山さんのね影山さんの目の前でドラゴンボールのモノマネするっていうのもあれでしたけれども、うん、まあ、ご本人さんの前でモノマネさせていただく機会、うん、結構マックさん多くないですか、うん、ありがたいことに、計り知れない強さを持ったフリーザを果たして悟空は倒すことができる、おい悟空そんなやつ手出すなみたいなもうご本人通り越してナレーションとね声優さんの方見てあなたが初めてですよとか、ね、うん、フリーザやったりとかいろいろね、まあ、モノマネショーの中ではやったりとか、まあ、しゃべるモノマネから歌モノマネやったりするんですけども、まあ、緑の方も、ね、もう最近はまあ演劇っていうかその芝居がね、うん、なかなかできへんっていうのは
ありますよね。そうなんですよね。だからこのコロナ禍になってから、うん、あのまあ舞台に立ってお客さんを動員させていただいてっていう、うん、公演がなかなかねしづらくなった時に、うん、でもまあこの活動を止めるのは良くないよねっていう、何か形にしていきたいよねっていうので、うん、一緒にあのユニット的な感じでお芝居をやってるメンバーたちと一緒に、うん、あのラジオドラマみたいなのあるじゃないですか。あ、ラジオドラマ、ね、はい、それの YouTube 版でボイスドラマを作成させていただいて、うん、あの YouTube にアップしたりだとか、あ、うん、そういうのもね、うん、そう緑もやってたりとかするから、はい、まあ、いろんな形で、ね、うん、我々検索していただいたら嬉しいかなと思いますけどもね、はい、まあでも陽子ちゃんにもね本当に鹿児島でもいろいろ世話になったりね、まあ、東京でやったりとか、うん、まあ、僕らの三重県四日市市でね、うん、やったりとかもしておりますけども、うん、なんせやっぱり僕らがねその鹿児島行った時に、うん、もうあのガイドさんみたいになってくれるやんか。めちゃくちゃね、うん、本当に何でも詳しいし、何でも詳しいの、うん、美味しいのいっぱい知ってるし、うん、だから俺去年の3月か、あ、2月か、もう最後 BS の最後の収録で、うん、鹿児島宮崎行ったんやけども、うんうん、その時も駆けつけてくれたりとかね、嬉しいですね。なんかそういうのはやっぱ嬉しいですね、うん、なんか垂れ水行ったりとか、まあ、それはあのヨーコちゃんはついてかへんだけど、あの、うん、向こうで観光大使やってるから、あ、そう、うん、観光大使やってるからそのなんかいろいろ教えてくれて、うん、そこ回ったりとかね、うん、そんなんしたりとか、フェリーの中でうどん食ってみたりとか、いろいろね、そう、うん、中で食べるのと外に出てね、うん、食べるのは味が違う言うて、うん、なのでいろいろ言われてそんで食べたんですけどね、うん、まあうどんでしたね味はうどんでしたか、まあうどんでしたね美味しかったですか、でもね、美味しかった、うん、じゃあよかった、ね、うん、まあでもあのこの番組で3曲ぐらいかけれるって言ったんですけども、はい、うん、どっちかというと、まあ僕らね、まあ歌もちろん大好きですし、うん、仕事やとね、うん、なってますけれどもなんせ喋りが好きやから、うん、もう止めどなく喋ってますよね。止めどなく喋りたいなっていうね、うん、感じで、もう曲一曲でええんちゃうかみたいな。一曲で、え、なんかなんかせめて2曲は聴いていただきましょうよ。2曲はね、聴、うん、いていた、びっくりするな本当に魂からのツッコミが出ましたよ本当にねえ、でも沖縄行きたいわ、もうできることだったらもうその陽子ちゃんと石井さんとね、うん、もうみんなで行きたい、みんなで行ってなんかライブとかね、うん、そんなんやりたい、もういろんな話聞くんですよ、うん、この三重県からも沖縄好き多いですから、うん、そうなんですよね、そう、うん、いろいろなねその島の話とか聞いたりとか、うん、意外とね三重県のこの四日市のところにも沖縄料理屋って結構あるんですよ、うん、沖縄居酒屋みたいなのね、はい、だからそういうところで三振引いたりとか、うんうんうん、そんなんするのも楽しくてね、うん、いずれまあこのコロナが落ち着いたら、はい、沖縄の方も行きたいなと思うんですけどもね、まあ、それまでは、まあまあ、パチンコ行って、うん、海物語打って、うん、そんで、ね、沖縄モード打っとこうかなみたいな、ね、それで気分味わえるかスロット行けば花々やって、どんだけハイビスカス好きやあ、そういうのが出てくるんです ね、 ね、まあ、でもそうやって沖縄早く行きたいなと思うんですけれども、うん、まあね、本当こうやって、まあ、モノマネとかいろんな形で活動しておりますんで、うん、どういう形でいずれ、ね、我々がそっちの沖縄の方に行って何かをするということはですね、うん、結構近い将来あるんじゃないかなと、お、期待したいですね、はい、うん、思います、うん、ということでね、まあ、どうします、モノマネします、いや、歌いけと歌いけと、うん、ね、うん、歌を聴かせてくれと、はい、せっかくやで、うん、まあ、YouTube とかにも上がってますんでね、そちらあの興味ある方はぜひそっちの方もね、聞いていただきたいですか、そっちもね、見ていただいて、うん、じゃああとはもう喋るで、あかん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  YouTube 任せじゃあかんのか、うん、今日は今日で聞いていただきましょうよ、今日は今日でちゃんと聞いてもらわないかん、ね、まだ名刺渡しただけになってますから、1曲で、うん、そうそうそう、まあ、さっきの OK っていう曲もですね、はい、あの通信カラオケダムの方にですね、うん、配信されておりまして、はい、そして、まあ、それよりね売れた、印税高めのやつですねまた言い出したよまた言ってるよ、お金大事やん今、うん、まあ、そらそう、そらそうですけども ね、 ね、この、まあ、我々の、うん、まあ、渾身の、うん、まあ、バラードというか、うん、それを一曲聴いていただきたいなと思います、はい、それではお聴きください、マックスタイルで道しるべ、thank you.
君の声が聞きたくて遠い空に耳を澄ませば旅立った音色はまだ静かな風に包まれ消える。好きにすればいいさと強がっていても心の底で泣き虫な僕がいる。ただ今はそっと見守ってるけど「もし迷いそうになったらこの手を伸ばして待ってるから」「今は君の道を進んでみよう」「もし涙が出た時や言葉にできないほど悲しい時はここに僕がいるよ」「君が道しるべに失わぬように僕は」もっと大きくなるよ。今の僕にできることは街から街、人から人へと声を響かせることと、たくさんの仲間に出会うこと。いくつもの階段を駆け上っても、まだ見渡しても見えない。君は今楽しんでも空とも悩んでるの。FM ギノワンバニラスカイ、お届けしたのはマックスタイルで道しるべでした。はいね、道しるべ聞いていただきましたけど、はい、まあ、こういう楽曲をやっております、うん、ね、まあ、皆さんにその生でお届けできる時がね、うん、早く来ていただきたいなと思いますし、うん、まあ、そのコロナの収束をですね、もうね、はい、もう祈るばかりですけれども、うん、ね、まあ、でも本当の、まあ、そのコロナの収束もそうですけども、うんうん、まずは陽子ちゃんのねこの体調がね、うん、もう早く、まあ、でも電話した限りでは、うん、あのもうすぐ復活できる、この今回タイミングがね、あーあーあー、うん、この収録のタイミングが開かへんかったいうだけだから、うん、なるほど、そうだからね、もうあのすぐにでもですね、うん、戻ってくる、戻ってくるのかそこは戻ってきてもらおう、番組ジャックされるな。じゃあじゃあじゃあ、私たちがピンチヒッターでお邪魔してんの。そうそういやもうね、うん、あの陽子ちゃんね、うん、あの私同い年で、うん、であのたまにね、うん、もうたわいのない電話とかかけてくれたりとか、はいはいはい、あの調子どうですかとか言って、うん、なんか LINE 送り合ったりだとかしてて、うん、だからもうね早く元気な姿に会いたいなと思って、うん、寂しいよ、ね、陽子ちゃん、ね、まあ、会うことはできへんけどね今は、うん、そうだから早く会いたいなって思うし、ね、元気な声も聞きたいなと思いますよね。皆さんもそうですよね。ねえ、もう皆さんもね、もうそうそう、これバリナスカイですから。そうよ、ね、うん、陽子ちゃんの番組ですから。そうですよ、皆さん陽子ちゃんの声が聞きたいんだから、隔週でもらえるわけですから。じゃもらえないよ、ね、願望がにじみ出ちゃったじゃないですか、違うよ、はい、ということでね、まあ、急遽ピンチヒッターで、はい、三重県四日市市からマックスタイルがお届けさせていただきましたけれども、うん、はい、このバニラスカイでは皆さんからのリクエストやメッセージを大募集しております。宛先は797@fmギノワン.com、
797@fmgnowan.com、バニラスカイ宛てにお願いいたします。はい、ということでね、まあ本当にあの我々 お初でしたけれども、うん、ね、沖縄行きたい気持ちっていうのはね、最後の最後まで変わっておりませんから、ね、早く行きたいさということでね、うん、まあ本当にまたこのモノマネであろうが何しようが、うん、どんな形でも、ね、もう最悪も普通にもうプライベートでも沖縄行きたいなと思っておりますので、ね、行きたい、うん、ぜひ、まあ、マックスタイル気になった方は、まあ、こういう風な、ネット社会ですから、そういうので検索していただいてね、うん、我々を応援していただけると、うん、もう一つ嬉しいかなと嬉しいです思います。ということで、はい、今回はピンチヒッターマックスタイルがお届けさせていただきました。せーの、バイバイハッピー。